あのいかがですかあの、えー、と世界遺産に登録されてお客さんは、まあ、たくさんいらっしゃってると思うんですが、はい、そうですねあのやはりあの本当にここは忘れられた神社だったんで戦後昔の神社ランク付けの最高位だったんですが官平<係>大社は官平大社ね官大社、はい、もうそれで忘れられた神社、はいはい っって言ら神様はあのちょっとせっかですからかでで本殿,本殿はら、はい、そうですかあのでも本当大事なこれか,らですか、ねえー、と確認ですけど仁渕姫,姫が、はい、えと空海さんに、えーとはい、高野山の所在を教えになった神様っていうことでよろしいですか その頃に王神天皇さんからこの紀伊山寺の北西部一帯の広大な土地を寄進されてるんですよその中に空海さんがさんああそういうことですか,だから、まあ高野やさんの土地を、はいはい、まあ空海さんに授けたっていうことですね、はい、もう簡単に言ってしまうとそそそれはもう間違いなくて、ええ、こうやって地名もここに天野っていう地名が日本書紀で、はいはい、もうやはりそれくらい古く戦車名が出てきますから 天んまなんですよ。地名があるんですね。すだから空海があの荒野と名付けたというふうな。はいね、と名付けてたって書いてありますけど。はい、まあ、あの天野が先に会うとはほぼ間違いはないんで。<ー>で、やっぱここは人が昔は住んでいけないところで。あ、そうなんですか、ね。聖地。なんですね。今、今の言葉で言うとね。まあ、それはほぼ間違いなくて。はい あの宮司八め神職もわざとこの紀の川の流れの下のところ住んで三谷坂ってこう世界遺産の道があるんでそこを歩いて本来はそうだったんでです<ー>そそそううなれいう歴史があってはい、はい、まあ空海さん小屋さん開く頃から、まあ、この辺がまあ言ってみれば人が住んでっていう話になるのかどうかこれは、まあ、あの伝説の領域なんで、ええええ、<laughs> 700800年前、はい、まあわ、はい、かりませんがそういうストーリーになってますね。 あの、二匹の犬が現れたっていうのは、その。はい、だから、あの、まあ、そのニューツィムオカさんってアマテラス。ええ。大御神さん、妹神さんで。その息子さん。っていう位置づけで。はい。鷹の御神みたいな。その神さんが。白と黒の犬を連れて。狩りをするんですよ。はい、はい、はい、はい。あの、狩人の姿で。人間の前に出てくる。はあ。で、小田さんの前にも、そういう格好して出てきて。 それで、えー、お大さんが、まあ、これもあの、えー、小屋さんの演技っつって小屋さんの側のどうして小屋さんが改ざんされたのって話の中に小林さんはどこで自分の真言密教の拠点を築くかっていうことを考えて唐、はい、の国からこんな密教の宝具を投げるっていう話なんでそれは小屋さんの祭りからだからそこがその目指すべき場所だ まあそれをあの見つけてくれたのがその高野美幸さんで連れてってくれたのは犬だと。なるほど。今の奇襲犬なんですね。あのその絵,絵図に描かれてみると耳が,耳が尻尾は巻いてる。はいはい、これは明らかにまあ1200年前の奇襲犬ということはなかったと思うんですが、まあの特徴なんで,でうちに犬がいるんですね。あのそれを聞いたあの奇襲犬の愛好者の方が神社で買っ、はい でのいわゆる「あのご真剣にして下さい」ってって持ってきてくれてあ<ー>あそれはやっぱり分かりやすいなと。そういう、ね、と神と仏が共存する世界日本の仏さんあの弘法大師さんがそういう仏の聖地を築くのにか神さんの助けで、うん、それで導かれてそれでそういう聖地を築いてそこの守護神と位置づけられるっていうのを。 なんかあのそういうや役や者話するよりもい犬は導いたんだよ。はいはいはい。神様のお使いがあって。えそれでおだいさんあの自分の拠点気づいたのって。はい。そ,それまあそこまで考えなくてもまあい犬犬が飼えばねでもいいんです。え日本人は犬か猫かどっちかそうですよね。はいははんだそうですか。あの本来は小屋さんに参拝するときはここの神社にまず。 そうなんです高野山に登る表参道が長石道ってあって、ええはい、その道の途中にうちの神社の鳥があるんですよ。ええ、それもともと大さんが建てて、はいはい、その後位置づくりになっていくんですけども、はい、その鳥からここにお参りをしてから当然歩いて登ってた時代はずっとそうなんですね。はい、でまあそれで明治維新後神仏ぶりとかあってこれ神社だよっていう形で高野山から切り、まあ 話された。まあ宗務集合で一体的に応援されてたものがそうするとやっぱりそういうようなお母さんの参拝者は知ってる人は来るとでも一般の民衆は、のからするとちょっと離れた、はあ、その神社っていう存在っていうのはむしろ天照の妹神大神神さんの妹神さんというところが強調されてそういう位の高い神社なんだっていう。 そういう形が、うん、強くなってくるわけですよね。そしてぐじあの実はここ修厳道とも非常に距離が深いとい、はい、ってことで、はい、はい。あの、えー、要するにこのあの七、えー、月にあの日本遺産に桂木修玄が登録された。桂木修玄というのは簡単に言えば修主道を始めた円ノ行者の本拠地なんですよ。だからあのもちろん大宮辺がで展開していくっていう部分はあるんですが、はいはい、その、えー、やっぱりあの。 そういうようなあの場所なんで、でそこの二十八機首十九院ってあの奈良の二神さんからあの紀伊水道までずっとあるんですが、なんとうちの神様の御神体を行者が背中に背負って年に一回あの巡るってことをしてたんですね。これはいつぐらいまでされてたんですかね。えー、やはりあの江戸あ、江戸とは明治維新で移行する前に亡くなってしまった。 なそういうい歴史がありますのでねやっぱり神様っていうのは皆さんご存知だと思うんですがあの祭りの時に神輿が出るっていうのは担いで楽しいっていうのもさそれでいいんですけど、はいはい、それでわっしょいわっしょって神様の御霊を振り起こすはいいんですが実はそれによって神様が自分たちの近くに来てくれる、うん、神様を守ってる領域地域っていう意味がありますので、はいはい、やっぱりその山々も神様の守る 場所の範疇に入ってたってことかなって思うんですけどねでキのカはあの私どもカミさん、ね、年に一回川下りしてずっと巡行してましたのでだ山もそうやって巡行するっていう,うそういうようなまあ一つのシステムですよね、はい、その祭りとかそういうい行事っていうね心を伝えるシステムみたいなものがまああるってことです、ね、その葛城の修験道は本来あの愚女おっしゃってましたけど世界遺産に登録され でもいいぐらい。私はそう思ってるん。歴史的な価値が高い,とい,うい。あの、やはりあの、紀伊山頂の霊場三景道って、紀伊山頂の中に日本人の信仰の源泉があると。はい、あの、もちろん自然崇拝とか、ええ、なっちゃう、たくさん、でも、うん、お寺と神社が一緒に、こんなかよくやってて。そういう,ような姿っていうふうに、ユネスコは言ってますけども、ええ、だから、そう言ってしまうと、ちょっと喝采資源は違う山なんで。うん、あ,あ,あ,あの。 はみ出しちゃったと失礼ですよね <laughs>、はい、だから後から日本遺産で追っかけになったと当然の話であ<ー>はい。無事ここにあのいらしてもともとに受けというのはこの神社のえっ、ー、とずっとお守りしてた家系なんですよねそうなんですあの一応その日本書記で正社が出てきたのが、はいはい、うちの先祖って話になってるんですが、ええ、明治維新で その国の名で国神社っては公のものだから、うん、そういう一つの家がずっと続けちゃい,ちゃいけないよ、ええって話になってここは19軒鮭があったんですけどあ19件なんと19軒もこの屋敷に並んですでに19人で祭りをしてたっていう、うんええ、それもうあのそれこそあの分かってるのはそのうちの神社の歴史って文献焼けちゃうんですね明治時代は3回焼けて。ええええええ で高野山の文献でみんな調べるんですが。間接的にわかると、ね。とでもね、高野山の文献にたくさん書いてあるんで、はい、で大体わかっちゃうっていうのは。<ー>逆にはそれだけその高野山と,とまあ神仏守護で一体的にす。いいいで,です、ねはい、まあ今ね、昔はどこの神社もね、あのそんなもんですけども。あの春日大社と、要,要するに興福寺も一体的だし、はいはい、比叡山と秀吉大社も一体的なんで、ここもやっぱ同じように。そういう形でね、あのなってましたので。無事ここを守りするようになって、はい、もう何年ぐらい。 ここに出して何年ぐらいですかえっとね、はい、私はここに通うようになって30年以上になってっ30年もはい <laughs> あの東京に勤務してまして通ってきててそれがまあこう住むようになって16年はいはいはい、はい、そんな感じですねで私はあの実は文家であの500年前に九州に行っちゃってっそれでまた東京に薩長で薩うで摩で東京へ来て、はい、それで何か縁があって あのそう途切れた中でなんか縁があるんでここにねあの宮司としてね今存在してるんですけどねううはもう文系なんですおっしゃったようにちょっと静かにねいわば忘れられた神社だったのが世界遺産ということでずいぶん注目も集まってきてると思うんですけど、はい、いかがですかこの神社の,あのずっと守りそして伝えていかなきゃいけない立場だと思うんですけどあ<の>どういうふうに。 神さんとお坊さんとか巫女さんとか全部で56人もいて祭りがたくさん行われてて一つのシステムですよね祭りっていうその伝統文化そういうものがあったものがなくなっちゃったものをどうやって元に戻そうかって私は思ってますだからあのハードもそうですけど今時のことはソフトも全部元に戻ったらいいなとだから私の役目ってそういうことかなっていう 思ってます。ぜひ皆さんね、参経なさると本当に、私もあの、参拝させていただきましたけど。素晴らしいですね。あの、ありがとうございます。あの、いろいろ、お守りするの大変だと思うんですけど、これからも、あの、時でオリンフで。はい、はい、させていただきます。はい。ね、これ、本当来ていただいて、知っていただいて、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。